2018コルガ取り旅青春18切符を使って回数でいうと4回目です。三重県までこの日行ったんですけれども、今回ですね、三重県の動画たくさん撮ってきて長いものですから、今回は三重に行った回の初回として JR 名古屋駅から JR 鳥羽駅に着くまでの模様をお送りします。コルガで撮った写真は今回出てきませんけれども、旅動画として最後までご覧いただけたらなと願います。ではご覧ください。ご視聴ありがとうございます。楽しいのビルの原です。今日はですね、9月3日月曜日なんですけども、青春18切符を使って、ホルガ鳥旅の4回目ですか、4回目に、来てます。今名古屋駅です。朝ですね、雨結構降っててどうなのかなと思ったんですけど、天気予報見ると昼間のうちは、三重の方も、今日三重の方まで行くんですけども降らないみたいなもんですから、行くこと決めまして、お弁当を作って、来ました。今名古屋駅です。7時45分です。8時15分に、四日市行きっていうのがある、普通列車があるもんですから、それに乗って、すごいのんびり、今日は三重の鳥羽まで行こうかなと思ってます。計画しています。すごい眠いです。関西本線ってやつですか、それの普通に乗って、まずは四日市まで行きます。まだその発車がですね、8時15分なんですよ。まだ結構間があります。どうしようかなと思って今喋ってるんですけど、ちょっとうとうとしながら待ってます。なんか買ってコーヒーでも飲もうかな。世界の山ちゃん幻乗ってパタキのしっとりせんべいみたいな、スガキヤラーメン4食入りとか、ありますけど、今買うものでもないでしょう。なんか買おうかな。これですね、8時15分おはようございます。本日も JR 東海、朝今ラッシュの時間帯ですね。混んでます。側近こうなってますね。関西線ちょっと来て新幹線が行きますね。時間があるもんですから名古屋駅外に出てもいいんですけど、こう座ってれば時間過ぎていくかなって感じです。もうちょっとしたら電車入ってくるのかな、ちょっと分かんないですけど待ってたいと思います。ちょっと眠たい。この南紀1号って今入ってきてる電車だと思うんですけど、あれで行くと早く着くらしいんですよ、鳥羽の方まで。12番線の列車は8時5分発特急南紀1号紀伊勝浦行きです。それでもですね、せっかく青春18切符で持ってるんで、全部鈍行っていうか普通列車で行ってみようって思いました。伊勢谷、霧長島、尾鷲、熊野市、新宮、紀伊勝浦の順に停車します。新宮とかあっちの方も行ってみたいですね。自由席は1号車です。今回の18切符で、青春18切符で行けなかったですけど、グリーン車は2号車です。また考えてみたいなと思ってます。この列車は途中四日市から津までの間、途中ですね、第三セクターが運営している区間があるということで、その料金を払ったんですけれども、後で調べて分かったんですけれども、時間を遅らせてですね、名古屋からの時間、飛ぶ時間を遅らせて、快速三重南号とかっていうのがあるんですけれども、それに乗っていくと快速料金を同じように払うことになるんですけれども、同じ料金で早く着いたんじゃないかなと思います。何度か乗り換えて鳥羽までゆっくりと行ったっていうことになりました。でも、のんびり行けたのも良かったんじゃないかなと思います。座席も空いていてずっと座っていけました。
そののんびり感をお楽しみください。四日市の駅です。乗ってきた電車が四日市止まりだったもんですから、次また電車を待って亀山へ、行きたいと思います。あれは違うよね。亀山まで行きたいと思います。亀山の駅です。さっきの電車が亀山止まりだったものですから、次はですね、これですね、紀勢線ですか、これ乗って鳥羽まで行きます。10時10分から使えてますね。1時間に1本ぐらいですね。これです、この電車です。これ乗って行きます。次でですね、快速電車と乗り換えました。快速でですね、快速料金を払うことになりました。どうなってたのかって、これだったら名古屋から来ればよかったかなというふうに思います。今日でも4回目ですね。4回散歩してもらいました。牛が一緒に波をしてます。伊勢市に来ました。鳥羽まで行きます。大きい駅ですね、ここ。
鳥羽に着きました。家を出てっていうか、JR の電車に乗り始めて U にもう5時間経ってますね。1時間ぐらい、待ち合わせっていうか、それで、乗ってない時間があったんじゃないかなと思いますけれども、上この駅の上ってお土産とかあのレストランとかあるんですね。ちょっと初めて分かりました。どうなってるんだとか、あ、こうなってるんですね。写真も撮りたい。続きを楽しみに。